職種しかいねえじゃねえかよ。ストレス。ストレスフリー。フリーザですよ。アルコールフリーでアルコールあるやつある、みんな。みんなあるアルコールフリーのやつ。アメビ食べながら見てるよ。プリン体やん、プリン体。どこかに当たり続けてる場所にできやすい。あ、じゃあ要するに、ああいう豆みたいなもんだよね。なるほどね。ダンベル持ってるからか。液体窒素楽なんだ。オッケーオッケーオッケー。うん。やる気になったら直すわ。摩擦や皮膚圧迫。なるほどね。確かにやってる。うん。確かに確かに確かに。なんか即死しかいねえじゃねえかよ、このパーティーよ。毎回即死やん。え、しかもマジでマジで。冗談抜きでみんな聞いてくださいよ。このパーティー、毎回みんな即死して、最終的に引き分け以上持っていくんだよ、こいつら。こいつら、まともにチェイスできるやついない説。即死祭り。ええやん。えぐいて。で引き分け持っていくんだよ。うん、引き分け持っていくからね、みんな安心しろ。俺たち引き分け持っていくから。抹殺しみた。抹殺よね。うん、抹殺。そういう演出確定。激アツの演出。うん、詰められてるぞ。まあ救助に行くわけにはいかないっすよね。まあ皆様はね、船上行きますよ。うん、あと骨董者と患者か。なんか傭兵バーンされてるんですか、これは。一番最初らへんに傭兵をね、ずっと使ってくれてた人いたんですよ。あ、俺そのパーチから抜けたかもしれない。奥奥うう。誰も詰めねえからさー。誰も詰めねえからさー。誰も詰めねえからさー。旦那様がさ、食らっちゃうんだよと。はい、これ蜘蛛の糸かけられるからさ。うん、はい。画面見てなかったけど。お、やば、みんな、蜘蛛。蜘蛛、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 進出鬼没、ボツボツド、ボツ。進出鬼没、ボツボツ。蜘蛛強くないよ。蜘蛛全然強くないよ、みんな。蜘蛛全然強くないですよ。うん。蜘蛛なんて強くないない。鬼ごキャンプしてる間に糸。キャンプしてる間に糸めっちゃ溜まった。蜘蛛強くないよ。ジュジュがうんこすぎる。それだけや。しないから。それだけや。糸まみれ。さあ皆さん、旦那様しゃがみますよ。うん、しゃがみます。え、強化されたの？なんで、なんで強化された？ナイス神。ああ、ありがとうな神。神神、遠く行け遠く行け遠く行け遠く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 行け遠く行け。チェイスすな、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 すな、チェイスすな、すな、チェイス、すな、すな、チェイス、すな。よし、釣りに行った。さあ皆さん、暗号機多く行きますよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ頑張って釣っていくやん。やば。もがけるんじゃない？大丈夫かな、これ。私から離れてください。え、何それ、何しに行った、みんなハンター。え、みんなハンター何しに行ったん。俺を探しに行ったってこと、これ。されたのだいぶ前。ああ、なるほどね。蜘蛛の糸いっぱいあるからな。そっか、よし。しゃがみ強えれ。私から離れてくれよ。今年を頑張ってくれよ。今年を頑張ってくれ。今年を頑張ってくれ。頼むぞ。今俺何もないからな。ハンター多分来るよ。みんなこれハンター来るよ。ハンター来たらもう旦那様死ぬよ。オッケー、頑張ってくれ、頑張ってくれ、オッケー、頑張ってくれ、頑張ってくれ。コトリは次レーデンが食らったら死ぬわ。何ができんねん。開幕のあのうんこチェスで何ができんねん。
てか患者もお前さ、離れろよなあ。みんな患者離れろ、お前チェスするんじゃなくて。なんか頭悪いよね本当に。この危機一髪の間ってチェスちゃうねん。離れるんだよ俺から。そしてお前が解読してた暗号機が離れるんだよ。そうしたらこう俺安心してこう解読できるやん。狼モードやるし、どうしようか。なんか暗いねめちゃくちゃ。どんてんやどんてん。下車でございます。ハンター近くによる。オッケー、今ハンター近くによる。オッケーって言おうとしたのになんかオールオッケーって聞こえたんです。オールクリア。なんかオールクリアってさ、あの飛行機のさパイロット言わない？進路オールクリア言わないか。それで思い出したんやけどさ、今日のニュースか昨日のニュースかな、フェラさんが聞いたんやけど、あのどっかの空港でさハサミを探すのにもう何百便もね、あの遅延になったっていう。すごいよね、あそこまでするのすごい。まあハサミのせいでさ、なんかね負傷する、そういうようなさ案件が出たらもうマジでシャレならんから、まあしょうがないよね、うん、探すよね。なんか規則にのっとってやってんだろうね、すごいわ。俺なんて日本に出荷したものがさ、そのパレットの上にカッターナイフがね、あの出てて、うん、それでクレームもらったことはあります。はい、やばくない？みんなカッターナイフがしかもあの刃出た状態だろ、すごくない？うん、えみたいな。えちなみにあの血痕とか血とかあと刃物はね、もうほんまにもう NG 中の NG だからね、みんな、うん、超危ないよね。私指名手配。死な心理学者のチエスはね、あれどうですか皆さん、どう思いますか、あれ早かったですか、はい、なくした人、いや分かんないよそれ、誰のナイフか分かんないんだって。ちなみに日系の工場ってみんな力管理っていうね、力っていうのは鋭利の刃物とかの尖ってるものを管理するっていう風に、でそれを専門としてマジでしっかりしたとこは専門で、あのそれを管理する人いて、すいませんカッターナイフ使いたいんです、あとボールペンも管理するんですよ、一応力に入るからねボールペンで、こう貸し出すんで、何時何時に誰々が持っていきましたっていう風に書くんですよ。そうマジのガッチガチムチの日系企業はね、あすごいのよもう。うん、まあ残念ながらワイの管理不足で、まあワイの管理不足というよりも、まあ社内の国民性の差はあると思います。はい、すごい、みんな知ってた？管理は座ってやってるんですよ。うん、で現場にはこう生産する現場にはもうあの刃物一切ないんですよ。使いたかったらその管理してるやつに貸してくださいって、じゃあ名前書いてくださいみたいなやるんですよ。で番号振ってんのよ全部。うん、2番の刃物がねえぞみたいな感じでやるの、うん、なくした人バレたらそれが絶対嫌だから、絶対バラさないから安心しや、うん、イッチ君は安心しや、うん、絶対言わないから。まあちょっと申し訳ないけど、俺がなくしたところで俺しらばくれるかもしれないなあ、そうで、あのちょいっとした豆知識なんやけど、刃物はね、刃物に全部あの紐をくくりつけてます。はい、そう、あの日系企業さんの管理はね、内部管理、うん、まず刃物に全部番号振って、で全部紐、はい、くくりつけてます。でさらにかけるとこあるんだよね、うん、棚みたいな。すげえぞこれ、通電するぞ喋ってたら。はい、先行くよ。みんなこれガチスヌメだよ、みんなこれ。いい、旦那さんの寸止めはガチの寸止めやで、私を助けなくていい。あのゲート行きや、ゲート行きや、うん、あ、傭兵ちゃんを釣るー、うー、はい、さあサイコさんを誰が救助行くか、マー君救助よろしく、チーンマックス。ちょっと救助遅えな。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。だから弁護士ちゃんはさ、ね、指名手配ついた状態でやってたから、みんな三連、俺三連指名手配じゃない？すごいな。芸者がどんだけ俺を見つけたいんや。すごすぎるぜ、ベイビー。
オラインゴラベ、果たしてどうなんじゃろうか。あ、ハンター異形？へえ、そうなんじゃ。あ、異形なんだ。いけいけ、飛んでけ、飛んでけ、飛んでけ。飛んでけ、飛んでけ。飛べ、飛べ、飛べ。飛べ、飛べ、飛べ。死に顔した、よっしゃー、旦那様だけ脱出。私このスポーンした時さ、ハンターどこにいるか分かんない。やった、小安暗号機じゃ。いただき、いただき。臭いもいいですね。ええやん。侵入がしたファーストチェスの率高いですね。めちゃめちゃ高い。まあしょうがないか、レッカーペースポンやから知らなしでしょう。みんな、あのブラックミス悟空っていうウーコンっていうあのゲーム出たんやけど、みんな見た？あれちょっとね、めちゃくちゃやりたいよね。でも今さ、持ってる PC が耐えきれるか分かんない。ドラゴンズドグマ2っていうゲームやってるんやけど、まあ、やっ、まあ、開幕キャラ作ったぐらいか。開幕からさ、もうなんか地面がね、なくなってんだよね。白黒じゃなかったわ。プルゴ。コピキャの時また来ます。はい、行ってらっしゃい。ランク戦ファイティング。死にましたね。はい。あの、チェスは持たないんですけれども、まあ、なんやかんやとさっきの試合もね、勝ちましたから、今回もね、みんなで一生懸命頑張ってね、やっていきましょうと。うん。傭兵の救助とさ、あと弁護士の解読のスピード、そして弁護士の救助がね、素晴らしいからこそですね、さっきの試合は。今回はそうはいかないでしょ、難しいぞ。おー、ヒジャーで使って救助が、うまい。うまし。うまいっす。うまー。みんなこれ言ってるやつ誰やっけ、みんなこれ。うまーって言ってるやつ。暗号機固まっちゃいますね。ということは、ということで、あそこやろうかなと思ったけど、なんか寄ってそうじゃない？やるか。うん。傭兵まだ 50% だったんですね。50% でダウンしたということで、あの、救助すべき対象ではないんですね。旦那様がもし傭兵とかオフェンスやってれば。うん。直視という感覚はあってなんですな。うん、傭兵ちゃんは解読できないんですな。はい、もう一度頑張って救助するか。傭兵ちゃんしないかな。で、弁護士ちゃんがそれを見て救助行くと。サバダゾログビッツ、ああ、ありがとうな。ファイティングゴー、ファイティングゴー。ちょっと間に合わないかもしれないですね、傭兵ちゃんの救助は。傭兵ちゃんの救助じゃない、弁護士の救助間に合わないですね。でも恐怖ないからそのまま救助できると。いいですね、いいよいいよ。弁護士ちゃんファイティング、頑張っちん、ナイス救助、神救助をしたところで俺たちには引き分けも負けも、うん、負け臭いっすね。うまー。誰やっけ、 この人らのやり方はそのランジャタイにめっちゃ似てんだよね。で、ランジャタイの中の誰かがなんかやっちゃったよね。うん、無期限謹慎がいいな。マジソッシーの言う通りやん、チンコついてるやつが消えるんよ。うん、チンコついてるやつが消えるからな。はい、傭兵ちゃんチェスに入ってますか。入ってますね。 OK、 了解。傭兵ちゃん頑張ってね、クソクソチェスして、うん、めっちゃ今のクソクソはプラスの意味ですね。クッソ長くチェスしてもらって、俺が傭兵の引き継ぎします。で、弁護士さん新規で回すんだけど、フルゴの何ていうかな、干渉でね、全然解読できなくなっちゃう、うん、で、弁護士がダウンしてグダル。はい、僕はそれが分かっております。僕にはわかる。私には、俺にはわかるだ。逃げ切れなかったんだ。やだー、みんなこれ大変やで。これ傭兵ちゃんもまともに解読できないぞと。はい、そういう状況ですね。さあ、これ終わったらもうこれ大変やで。みんなどうしましょう、これ。あ、まあ救助行くしかないっすよね。うん、ほな、救助行きます。救助行きマンゴ。救助行きマンゴリラです。はい。見えてない？あいつ。あいつ俺のこと見えてないよ。うん。よし、みんな遠く離れようぜ。で、墓場の暗号機を俺解読するね、みんな。墓場の暗号機解読します。で、傭兵は墓場来ちゃダメですよ。あ、いいね、いいね、オッケーオッケー。俺と傭兵ここ回復ですね。はい。こんばんはです。でも新規回しますね、皆さん。新規回させていただきます。こんばんはです。ボレさん、こんばんはです。はい、新規で回します。
あそこの暗号機もあの死ぬ気で守る可能性が出てくるので、それならもう新規回します。俺が怪我したらもう終わりやからね、みんないい？みんな、ダンスマン怪我したらもう終わりですから。で、ヨヘイちゃん箱を漁って救助しに行ってもいいんじゃないでしょうか。ほらみんな見て、ほら傭兵ちゃんの方に行ったでしょ、さっき弁護士の方に行ったのにもかかわらずね。で今瞬間移動に変えたのか異常に変えたのか定かではないんですけれども、まあこの状態で異常に変えらない、変え多分異常に変えない可能性が出てくるね。うん、で結局この暗号機が最後の暗号機ですね。かなかなじゃ300に、そら金額言うと良くないね。うん、スパチャあーやとな、金額言うと良くないよ。ということで、いやでもね、でもね、みんな聞いてくださいよ。スイッチはさ、ビッツが1からできるからね。で、なんか、ねえ、あのね、みんなビッツありがとうございますっていうだけじゃ、なんか1ビッツの人と、なんか5000ビッツ、1万ビッツくれた人とさ、なんか差が出すぎてさ、ね。で、YouTube は、まあ、なんか最低限の、その、あれがあるからさ、だからみんな一区切りでスパチャ、ああ、ありがとうなで済むんだけど、ビッツはやっぱいかないよね。はぁ？うち5000ビッツ負けたのに1ビッツのやつと同じ反応？はぁ？ってなっちゃうからね。うん。ほんならもうビッツ上げへんってなっちゃうから。な、今審問したけど全然わかんない。スパチャ！トカレモンスター！あー、ありがとうな。あ、俺、ハッチ一切見てない。スパチャありがとうございます。ボーフフフ。轟音すごいな。高音。なんかさ、まあ言うの良くないからやめようか。いや、やっぱ言いたいな。あの効果音でなんかさ、爆弾、戦争の時でさ、よく聞く爆弾なんやけど、バトルフィールドとかさ、うん。コールオブデューティのさ、なんかのさ、あれみたい。うん。ちょっとリアルやわ、あの音。はーい、引き分けナイスでした。いや、傭兵よかった。傭兵よかったわ。これ、ファーストチェスポジでございます。足跡隠してください。あ、奥が来ました。私見られたかもしれない。みんなあれ誰？あれ白黒か。見てますね。あ、見てるね。白黒見てるね、見てるね。見てるよ、これ。ここまで来たら俺死んじゃうよ。あ、もう来ないですね。はい、解読しましょう。もし俺ここで解読してたらハンター来てたで、みんな。やだ、祭司が奇襲されるなんて橋の上しかも、ナンセンスやろ、こいつ、プリケツ。プリケツホールドウィンドウトザヘブン。あと何がある？大旋回回転テーブル。日本ではドリアンほぼ見ないけど、中国には買えるのか。買います。ドリアンの、ミルクレープはうまかった。はい。引っ張ってた方が勝てた説。やだね。まあまあそれは確かに、それはもう一つの世界戦やもんな。な、そうだよな。うん、欲張りじじさん、こんばんはです。はい、もうあんだけ早く死んだらな、ハンターもね、シャシャリ出るわな。うん、今回なんだ、傭兵がいなかったのかい。ちょっと祭司ちゃん終わってんな。なんでこんなことなったんだろう。みんな開幕祭司ちょっと舐めすぎやで。ちなみにね、どこが一番チェイスしづらいか、皆さんこのマップでね、一番チェイスしづらいところは橋上だと思わない？みんな橋上、うん、橋上ハンターいきなり来たらさ、どこに行ったらいいか分かんないよね。即死きつい、即死きついですね。白黒相手に祭司がね、しかも月の川公園ですからね、皆さん月の川公園での即死でございますからね。うん、通常のマップとは違いますからね。開幕こんだけ持ってくれたらまだまだ楽だったのにね。うん、なあみんな、全然変わってた結末が。プリケツの結末、プリケツ末。あ、ナイス回復、でかいでかいでかい。ちょっと引き分けまで引っ張れそうですね。ナイスナイス。で、問題は一つございまして、はい、こっちの暗号機旦那様一人でね、2台片付けちゃって、向こうの暗号機が全然解読されてない件について、あともう1台ありますか。あともう1台ございますね。 OK で、向こう2台ね、頑張って処理してほしいですね。うん、ほらね、みんな祭司やっぱね、月の川公園の子ですね。うん、ナイスナイスナイス。奇襲がなければ彼プリケツホールドはすごくうまかったってことでしょう。ナイス、うまい、ナイスナイス、でけえ。うーわ、勝ちはちょっと望みづらいけどね。うん、いや十分でしょ。ナイスナイスナイス。引き分けの
っかけの時間をくれた。本部旦那様、ばあさんこんばんはです。お久しぶりです。ポットさんこんばんはです。ダチクソ眠い、お久しぶりで。黒いマップで即死されるとしんどい。正解。しんどいよな、救助行くのも大変だよな。な、俺たちそうだよね。ファンモンの曲を聴きたくなった。ファンモンの曲ね。ファンモンといえば加藤、加藤といえば柴田。みんなのファンモンのさ、柴田さんと違う、アンタッチャブルの柴田さんとファンモンの加藤さんのあの子供の関係、あれどういう感じ、あれどう、みんなわかる、あれみんな意味わかる、あれ。オッケーオッケー。うわこれいっちゃうよー、みんなこれまたいけるわ。妻子がなんかずっと立ってるけど、ロングアップ待ちかな。よし、はい、妻子ロングアップ待ち。ロングアップ俺につなげたらいいんちゃうの、どう妻子。妻子何シャシャリ出ていってんの。妻子あいつわかんねえな。救助してよ、救助したんですよね。救助してよ。調子はいかがです。柴田の奥さんと柴田の、救助救助。いって何これ、めっちゃ下ってんじゃん、めっちゃ下ってるわ。今日の調子はまあまあですね。なんやかんやとこの人らが頑張って最後引き分け以上になるっていう。プロレスリング柴田じゃないですよ。柴田の奥さんと柴田の友人ファンモンの、どういうこと。柴田の奥さんと柴田の友人ファンモンの加藤に子供できた。えぐすぎやろ、すごいねそれ。患者ちゃんは、みんな患者ちゃんは、おーナイス、すげー。へー、あの状態からよく勝ったな、すげー。パンチャンネル登録、今夜チャンネル登録、はーい登録、高評価高評価、登録&高評価、はー登録ー。